はい、タンタンです。本日はこちらヴィンテージマーチンの、ウクレレソプラノの、スタイル O ですね。こちらスタイル O 1950年代頃の、個体と思われます。50年代初期ぐらいの、仕様となっているヴィンテージウクレレでございます。マホガニーでね、オールマホガニで、作られているソプラノサイズのウクレレでございます。まあ、年代も経って非常にこう音も枯れてですね、コロコロっと非常にこうサイズ以上に音圧のある、心地よいサウンドが非常にいい音になっているこちらの個体。まあ、状態、塗装の方はね、やっぱりこうウェザーチェックだとか、やれた部分はありますけれども、大きなダメージというものが、なくてですね、年代の割にはかなり状態はいいのかなと思います。ペグの方は一つ変わって、ポストがね変わっていたりだとか、つまみは当時の雰囲気に残るまんまで、ネジとかこのワッシャですね、このあたりは少し変わっているかなと思うんですけれども、まあ雰囲気は非常に当時の雰囲気のまま、しっかりこうしてね、うちの方にやってきてくれておりますので、ぜひですね、ヴィンテージマーチン、マホガニー、ヴィンテージマホガニーの、サウンド欲しいなと思ったら、ぜひこちらめちゃくちゃ音いいので弾いていただければなと思っております。コロコロっとこうね、した音がすごい可愛らしい音ですよね。とてもこうソプラノサイズ、のね音量とは思えないぐらいやっぱり響きが良くて、よくなってるなという印象でございます。特徴的なねこの個体の重量の軽さ、このあたりもこの、ヴィンテージマーチンの、まあ、スタイルオーのね特徴でございますので、もう一度こう触ったことのない方はね、ぜひ持つだけでもこう持っていただけると、うわ軽いなという感じが伝わると思います。やっぱりこういうねすごいこう乾いて軽い、個体でね、こう優しく弾いてあげるっていうのは、とても音もねまろやかでコロコロっと、マイルドな音がマホガニーのねいいヴィンテージサウンドになっておりますので、こちらですね、気になる方はぜひお早めにお問い合わせいただければなと思っております。中のあのパテントのあの刻印もですね、メイドイン USA がない年代のものとなりますので、まあかなりね古いものではあるんですけれども、まあそれにしてはねしっかりとまだ弾けますしね、こんな感じでヴィンテージウクレレの魅力に浸っていただければなと思っております。そんな感じでこちら、マーチンのスタイルを、1950年代の一品でございます。お問い合わせの方お待ちしております。タンタンでした。